史研究生です。イエーイ。はい、じゃあ自己紹介、かすみんから。はい、私の名前はって聞いたらかすみんって言ってください。はい、あなたのハートをパスミー。私の名前はパスミー。ありがとうございます。笑顔とエクバガちゃんポイント。大分県出身、高校3年生、18歳のかすみんこと工藤かすみです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、私が質問したらあずきって言ってください。はい、カスタード派、チョコレート派、やっぱりみんなはあずき。ありがとうございます。東京出身、18歳、あずこと八木あずきです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、みんな元気ないってそんなこと言うな。私があなたの光になります。最強スマイル、千葉県出身、18歳、八木あめいなです。よろしくお願いします。よろしく。はい、はい、ということで今週もちょっと遅めのバレンタイン特別企画です。ちょっと遅めね。ねえ、あず初めてつけました。ね、あ、もう私3回目ですからね。そうだよ、私は2回目。はあ、まあまあ、かわいい。3週連続でお送りします、はい、私は。ずっとかわいい。あ、ありがとうございます。でもちょっとずつ違うしね。そうなんです。毎回違うやつ。違うやつ。はい、ではタイトルコールをしましょう。はい。一か八かで全力一発ルーム。イエーイ。はい、この番組は AKB48 18研究生がいろいろな企画に挑戦しながら新たな魅力を伝えていくレギュラー番組です。はい、 AKB48 オフィシャルチャンネル、オフィシャルライブチャンネルでアーカイブ配信中です。ぜひ見逃した方はぜひこちらを見てください。はい。そしてアーカイブで見ている皆さん、毎週火曜日18時からショールームで生配信しています。こちらもぜひご参加ください。お願いします。お願いします。お願いします。はい、ここでショールームの番組参加方法です。はいはい、あ、あずね。あずだよ。ショールームの機能を使ってアイテムを投げたり、コメントを書き込んで、投げてるコメントを書き込んだりできます。ポイントが多いほど皆さんのキャラクターがどんどん上に上がってくるので、ぜひ皆さん私たちにアピールお願いします。はい、お願いします。はい、はい、ということでコメントを読んでみましょうか。はい、はい、あ、カラクラインク流れてますよね。流れてる。あ、うん、流れてます。おお、すごい。皆さん聞いていただけましたか。そう、新曲が出たんだよ ね。うん、はい、いいですね。いいですよね。みんな聞いてください。 MV も、そう、 MV も、ね、かわいい。ぜひ、ね、めっちゃ素敵な MV、 やっぱ柏木さんのね、こだわりが詰まったすごい素敵な MV になってるので、はい、ぜひ皆さんチェックお願いします。お願いします。はい、じゃあ番組スタートしてすぐのランキングトップ3を確認してみましょう。はい、お、いきますよ。はい、せーの、3位、しゅうかさん。ありがとうございます。せーの、2位、えなっちさん。ありがとうございます。あれ、あれ、こっち、あ、変わっちゃった、変わっちゃった。あれ、もう行きましょう。せーの、せーの、3位、太郎くんさん。ありがとうございます。せーの、2位、関根さん。ありがとうございます。せーの、1位、かぶさん。ありがとうございます。はい、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 番組に参加するには無料のアカウント登録が必要です。はい、登録がまだの皆さんは登録してコメントやアイテムでのご参加お願いします。お願いします。はい、そして今週もバレンタイン特別企画中です。最終的なランキング上位3名の方には、今日出演の私と3人によるチェキをプレゼントします。エンディングで読み上げた順位が最終結果となります。では、ここで拡散してもらいます。安いように縮小タイムです。はい、10秒間カメラにアピールしますので、たくさん縮小して SNS で拡散お願いします。はい、はい、今日はハート、ハート、うん、ハートにした。かわいい。名前も。名前も好き。じゃあハートにしますか。はい、ハートにしましょう。お、じゃあハートで。せーの。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。
ひハッシュタグ一発ルームお願いします。お願いします。お願いします。はい、そして今日の一発チャレンジは先週の配信の YouTube アーカイブの高評価数です。今からでも間に合いますのでぜひ皆さん高評価よろしくお願いします。お願いします。お願いします。高評価、高評価クリアすると。はい、ではここで最近を振り返っていきたいと思います。はい、最近、最近何、うん、そうですね、私が3週連続出てるってことですね。そうですね。レギュラーなんですよ、実は。そうだよね、やっぱり、はい、レギュラーでやらせてもらって、なんかカスミンの他の人たちが変わっていく感じなんだ。そうなんです、ゲストで今日ゲストゲストなんだ、はい、ゲストで、ゲスト嬉しいです、ありがとうございます。いやいやいや、カスミン、カスミンルームなんです。あ、カスミンルームなんですか。一発ルームではなくカスミンルームで、ありがとうございます。嬉しいですよ。応援よろしくお願いします。お願いします。はい。なんかありました最近。なんでしょう。でも、うん、公演かな？公演。ただいま連中公演。あ、出たよね。出た。さこゆめみの生誕祭だったね。ふふ。ふふ。そう。ね、いいね。もう涙なしで。ね、本当に。めっちゃ泣いてた。めっちゃ泣いてた。ちなみにね、2月の公演全部出た。え？すごい。もうすごいじゃん。しかして。え？公演もレギュラーの、すごいじゃん、レギュラーでやらせてもらった。やばいやばい、すごいわ。ありがとうございます。素敵、はい、もうすごく楽しい2月ですね。ね、楽しいね、はい、盛りだくさんだね。ね、楽しいです、ありがとうございます。あ、充実してますみんな。はい、はい、ということで、はい、今後のお知らせあるっけ。ありますよ。ありますか。ありますか。じゃあ後で、ここのお知らせはエンディングで。はい、ということでここからは今日の企画です。タイトルコールをかすみお願いします。はい、それではいきます。18期の一言、イエーイ、一言、一言。はい、18期メンバーの演技力が問われる恒例の胸キュン系フレーズ企画です。今日はこちらの音です。これは、はい、これ何ですか。これは電車かな、電車かな、電車で、ね、電車音だね。はい、というわけでこの後の音に18メンバーに言ってほしいセリフをコメントで書き込んでいただきます、はい、その中から番組スタッフが4つほどピックアップします。で、今回の決定方法は後ほど。ではまずは皆さんの考えたセリフを書いてください。制限時間は1分間です。1分間、はい、ではよーいスタート。どんどん言っちゃってください。電話やんって書いてます。確かに、え、さっき電話って言ってたよね。電話だと思いました、私も。7時12分始まりそうだ。確かに、こうやってあるから。確かに、ガタンガタンガタン、ゼロ。確かに、で、こうやって、そうそう、え、で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 しょ。確かに始まりそう。始まりますかね。電車です、電車、これ電車です、一応みんなさん電車ですよ。確かに電話に、電話じゃない、電話じゃない。皆さん、あのね、胸キュンデリフ皆さん書いてくださいね。書いてください、皆さん。皆さん、皆さん。お願いします。書かないと、胸キュンできなくなっちゃうから。ね、できなくなっちゃったらダメだね。ええ、あ、いいじゃないですか、あれ。いいのあんの？いいのあるよ。え、何、何？わ、みんな考えるの上手ですね。上手だよね、毎回。すごい、マジで。みんなすごく考えてくれるのがすごい。発射、発射、発射、発射。何言ってんの？発想力が達者で。はい。髪で、うん、アズムシが反応して、そうですね。なんかもう、やだ、うん。安定してていいですね。アズ、アズがアズしてて面白い。間違いないです。間違いないです。ね。髪髪が神、神やで。神？ゴッド。そっち？そっちだったの？え、ゴッド？誰の？何？どうしたどうした？ゴッ、ガチ。じゃないよ。あ、え、あれ私しかできないやつ。あれ私しかできない。そうだよね。なんかかすみ以外がやっちゃいけない感じだった。ね、ダメだった。私限定みたいな。え、そうだよね。
でも面白くない？ノリオくんちゃんパスミ意味わかんない、ちょっとね、ちょっと意味わかんない面白いね。え、カラコミック乗っちゃう、なんか、わかる、いいよね、いいよね、めっちゃいい。え、あれですよね、カウントダウン TV 出てた方々です。あ、そうです、ね、え、どうでした？楽しかったね。めっちゃ可愛かったです。楽しかった？楽しかった、楽しかった。めっちゃあのウィンクとかしちゃって、えーやっぱこの曲はいっぱいウィンクする場所があるので、題名にもありますけど、ね、もうところどころウィンクしてって言われたから、本当にそう、振り付け師さん もうカメラで映ったらとりあえずウィンクする、そういう曲だから、そう、第一ウィンク、そうだからもうウィンクだらけにしてねって言ってて、だからね、もう通ったらずっとウィンクしてた、そういうのだったの、奇跡だよね、あの、ヘビロテ、ヘビロテは別に、まあ、え、そうなの、ヘビロテだから、あの全然あ、そうだったの、合わせてないのにウィンクになっちゃった。あ、そうなんだ、すごいよね、そう、すごいですよね、裏話聞けた、お、準備ができたようです。はい、はい、コメントありがとうございます。セリフの推しは終了です。はい、はい、終わり。ではセリフを見てみましょう。どこ、じゃん、はい、確かに。はい、ということで今回は、あ、書いた、分かった、今回はトランプで決定します。はい、書いたカードのセリフを言っていただきます。はい、はい、じゃあ今日はトランプです。そうだね、じゃん、え、じゃんけんして引いていこうか。はい、そうですね、じゃあ、うん、じゃんけんしましょう。しようね、はい、はい、せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。あ、あ、勝った。じゃあ、ゆずくってこと。そうだね、最後、最後ね、最初はグー、じゃんけんぽい、やったー。じゃあ後から、後からだ、じゃあ後からで、そういう順番、はい、だってユナが勝ったから一番、そうだよ、どっち、そういうこと、あ、後から、後から、後から、じゃあ後からで、からいいよ。え、やばい、そういうこと、かわいい、じゃあ、はい、あ、あ、いや、いいですよ、いいですよ、うん、J ですね、J です、はい、J って、J なんだったかな、あ、じゃあ、なんだこれだ、あ、え、じゃあちょっとキメキメとね、お願いしますよ、はいはい、ちゃんと演技力が問われるみたいな、そうですよ、はい、演技していただいて、はい、得意ですか？得意です。あ、待っててね、すごいこれ嫌かも、ちょっとあずちゃんの何、一言まではい、どうぞ。あずの気持ちも一緒に連れてって、ちょっと今日かわいい髪型してるから、確かに、そうだね、かわいい系ね、かわいい、かわいかったよね、かわいかった、めっちゃかわいい、なんか女優かと思った、うん、ね、あ、ありがとう、ありがとうございました、ありがとうございました、イエーイ、いいですね、よかった、すごいよかった、キュンキュンした、え、シーン、やば、シーンって言ってる人いる、やばすぎ、こっちはもう一生やんない、一生やんないぞ、ちょっとみんな、ちょっとそういうこと言わないの、盛り上げろ、いろ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 出てきてる、僕さ、可愛いみたいな、ね、そういうのですよ ね、なんかフーってあんま見えなかった、ね、だってチームもいたし、なんかチームもいたの、チームもいた、あ、でも可愛いってほらコメントいっぱい、うん、ほらやばいハート、あ、むしろさ可愛すぎて声出なかった、そういうことか、みんなコメントし忘れたのか、そうあ、そっかそっか、一瞬だけ止まっちゃった、いろいろ止まってたけど、そうそうそう、あ、ならよかった、でもユナたちもちょっと止まっちゃった、そうそう、可愛すぎてごめんね、あ、ありがとう、次は盛り上げてこう、ありがとうございました、すぎちゃった、じゃあ私言っていいですか、うん、はい、じゃあこれで、あ、それはよ、はよ、はよ、はい、はい、あ、え、ジョーカー、お、ジョーカー、ジョーカー一番強いですから、ジョーカーなんですか、ジョーカーですか、あ、いいね、あ、でも私っぽいね、だいたいかすみっぽい、だいたい全部かすみっぽい、そう、そう、はい、私可愛いのもいけますから、何でもいける、待って、何でしたっけ、かわいい、オッケーです、はい、オッケー、はい、じゃあ、かすみの胸キュンゼリフまでどうぞ。あ、ちょっと待って、次、いつ会えるの、
また会いたいな。パゴ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 。何その効果？パゴパゴ。それ何？パゴ。いやなんか今年優勝とか来てる。え？みんな大好き。待って。かわいい。あともう優勝から終わったの？クラッカーあるよ。ちょっと。え、すごい。めっちゃ盛り上げてくれてる。だって。やった。10分後に会おうよ。いいね。ありがとう。黄色いねなんか。え、すごい。会いたいって。可愛いって。イエーイ。え、なんかごめんね。いや全然いい全然いい、めっちゃ悔しい顔していいけど。じゃあ次いきますか。はい、じゃあ私が引きますね。はい、はい、お願いします。これですよね。うん、はい。え、2枚しかないのに。じゃあこっち、はい、いきます。じゃん。お、キング。おどれ。おー、 あれか。これは私が乗ってる方なの。お茶目だね。はい、じゃあいいですか。うん、じゃあゆなちゃんの一言までどうぞ。あ、一緒にいたいから一本乗り過ごしちゃった。ゆなちゃんでした。乗り過ごしちゃうよね。乗り過ごしちゃう。乗り過ごしちゃうよね。ほら、ふーってあります。ふーって、ふー、いいね。はい、いいですね。じゃあね、はい。もう一本乗り過ごそうって書いてます。もう一本いっちゃう。でもなんかよくあるんだけど、なんか普通にさ、いつもみんなとさ話して帰ったりするじゃん。そうすると普通に乗り遅れるんだよね。全然あるよ、全然あるよ。分かれちゃう。普通にあるんだよね。分かる、いっぱいある。はいはい、こんな感じで。確かに嫌です。なんか嫌なのさ。ここ二人はさ、もう結構盛り上がってるけど、嫌です。最初ってこともあって、このままでいいんですかって。ダメですよね。嫌だ。このままで終われない。終われないよね。だよね。じゃあやっぱりこの一個余ってますから、最後の一枚を引いていただいて、リベンジ、リベンジ、リベンジ一言ってこと。はい、任せてください。みんなよろしくお願いします。じゃあちょっと次はみんなもう、ね、乗り方分かったよね。みんな分かった分かった分かった。次みんなももっと盛り上がってね。はい、お願いします。お願いします。ラストなんでこれ、はい、そうそう、9です。クイーンね。クイーン。クイーン。あ、これか。うん、いけますよね。これ短いですしね、結構。いや、覚え覚えれるかな。あ、オッケーオッケー。盛り上がるまで終わんないんで。いやー、怖すぎ。だってこれ盛り上がるまで終わらない。終わんないって。マジか。でもみんなにもかかってる。そうだね。みんなもどれだけ盛り上がってくれるかだから。お願いします。うん。はい、じゃあ、はい、アズの胸キュンゼリフまでどうぞ。この電車は見送って。なんだっけ。なんだっけ。ちょっと待って。緊張しちゃった。結構。
もう私はね、3週連続やってますから。いやでもかすみ可愛いからさ、やっぱり今日特に。え、そう、やってほしいね。やめよ。逆じゃない。え、これ逆なの。逆だよね。え、ちょっとわかんない。それ逆だよ絶対。じゃこっちか。え、恥ずかしい。はい、もう私3週連続やってますから。私はね、え、でもみんな見たいんじゃない？ほら、かすみよろとか言う。見たいよね、かすみ。ゆなちゃんもありますよ。ほら、あ、あともある、あともある。いやいや、もうがめついて、3回は。3回はがめついて。4回ぐらいやってるよ。4回、いや、4回やってた、あず。マジか。いや、あず全然いいですよね。うん。あず多いですね。だよね。いやいやいや、やっぱり。秋山さん、ジョーカー多いです。あー、え、私、あ、ジョーカーの家ってことですか？ジョーカー、ジョーカー2回目ってこと？あ、違うわ、これ、あの、あれ、カスか、カスがやってたやつか、ジョーカー。カスってカス初めて呼んでやる。カスってやめてください。カス、なんか、止まろうと一瞬。カス、なんでなんで初めてカスって呼んでない。え、なんで、え、カスってあとよく言うよ。そう、カスって呼ばれるって。カス、ちょっと放送禁止用語になっちゃうかもしれないけど。違う、そういうことだから、それは違うよね。違うでしょ。カス、カス、入っちゃうかもしれないから、気をつけて。カス、違う。いや、私の感じも難しいですからね。それ違うよ、そっちのあれじゃないよね、もちろんね。違うよ、違うよ。私の名前の方だよね。うん、いや、私がジョーカー言いますか。あ、お願いします。じゃあ、はい、何でしたっけ。あ、はい、いいですか、覚えました。うん。あ、大丈夫ですか。じゃあ、ゆなちゃんの一言まで、どうぞ。私の気持ちも一緒に連れてって。はい、うおー、ハート、かわいい。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。こっちさ、あんまり、ね、盛り上がれないから ね、そうだね。皆さんがね、盛り上がってもらわないと。そうだね、なんか皆さんが喜んでくれてたら嬉しい。もうそうなんです。皆さんが盛り上げてください、私たちを。はい、お願いします。はい、では以上18期の一言でした。今後に向けて効果音のリクエストお待ちしてます。ハッシュタグいっぱちルームでポストしてください。お願いします。はい、では続いてはこのコーナーです。いっぱちチャレンジ、チャレンジ、やったでは18期メンバーの団結を深めるため、毎回テーマを設けてさまざまなチャレンジをしていきたいと思います。5ポイントゲットすることにご褒美企画が行われます。はい、で現在新しいご褒美に向けてのチャレンジ中で、前回のアジア国旗当てをクリアして現在3ポイントです。そして今回のチャレンジはスマホ入力チャレンジです。イエーイ、入力しちゃうぞ。はい、はい、あ、はい、お、お、ジラッチさんからタワーをいただきました。ありがとう、ありがとうです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お、当然スマホ入力チャレンジは先々中の一発ランキング企画で得意そうな人ランキング決定したのがきっかけです。おお、ということで、はい、私が、これ多分私が出てた。そうだね、そうだね、みんな2人で出た、出たよね、うん、私たちが出てたやつで、そうなんですよ。さえちゃん一番下にした。さえちゃんが一番最下位で、一番1位だったのはひなのか。うん、ああ、どうなんですかね。どうなんだろうね。あず3位ぐらいだよ。あ、本当に。じゃあ、うん、あずちょっと頑張る、頑張る。なんか、ゆなは中間ぐらいだった。あ、ゆな中間だっけ。中間ぐらい。真ん中より上ぐらいだった気がする。うん、じゃあそんな感じで予想が当たるかどうか、皆さんもそこに注目してください。お願いします。はい、現代女子中高生の平均は30秒で約75文字入力可能ということで、1人30秒の入力で全員合計で150文字の文章をスマホで入力できたらクリアです。入力する文章はこちら。なんだろう。お、え、なんかあれ、ひらがなだ。ね、なんか字体かわいい。どういうふうにコロコロ。同様と。土曜だよ、土曜のどんぐりコロコロの歌詞です。こちらは最後まで行って224文字です。ルールは漢字変換は必要ありません。ひらがなで入力してください。そして次の人は続きから書いてください。最後までいったらまた最初に戻ります。そして今
今回も皆さんのサポートでクリアが近づきます。今回は YouTube アーカイブ動画の高評価50ごとに1文字減らすことができます。ということで今回は何文字減らせるか確認してみましょう。お願いします。1文字分も減らしましょう。文字も最終お願いします。どんぐりだけでも。私も思った、どんぐりコロコロどんぐりこだと思ってた。というのもどんぐりこだと思ってた。どんぐりだ。みんなさ、ここはみんなどんぐりこだ。どんぐりだと思ってた。びっくりした。でもずっとでもさ、ずっと不思議だったんだ、どんぐりこって何。でも確かになんかどんぐりの子供かと思ってた。小さい。それはありますね。あ、出ましたか。あ、でも334ということで6文字減らすことができました。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では早速チャレンジしていきましょう。チャレンジゴー。どうしようね、順番を決めよう。あ、確かに。じゃんけん、じゃんけんしよう。じゃあじゃんけん、はい、せーの。最初から勝った人から。そうだね。最初からじゃんけんぽい。あいこでしょ、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 あいこでしょ。あ、おー、1番。また1番。私最後で緊張しちゃう。さっきと同じで。落ち着いて。うん、それな。ね、さ、歌詞。でもこれさ、最初の1番が一番有利かもね。あ、確かに。知ってる？ここまでしか知らないの。待ってさ、大変。出てきて。こんにちは。ぽっちゃん、一緒に遊びましょう。え、この下のやつ知らないな。確かに知らないわ。2番？2番ってことか。じゃあこれのどんぐりコロまでいけるってこと。どこでまでもいけるんだよ。6文字たくさんやって。あ、そういうことか。あ、別に最初は始めはじゃあ6文字減らせるってこと。6文字減らせるってこと。最終的にだから、今日じゃあ普通にこれどんぐりから始めていくからバーって6文字減らすのが大変だよこれ。確かに。あ、じゃあ開業はいらないんですよね。OK です。え、いいんですか、なんか練習。あ、いいんですか。あ、じゃあ練習してみましょうか。自分の携帯違うと思うので。え、早くない？結構。え、すごい。あ、どんぶりだね。どんぶりこ。これさ、あの、手伝うとかありなんですか。あ、なんか歌詞を読むみたいな。お、じゃあこれ読んだ方が良くない。え、ひなたちが読んでてもいいよ。それめっちゃ嬉しいかもしれない。え、じゃあ一回して。うん。じゃあどんぶりコロコロ。どんぐりコロコロ。どんぶりこ。いいじゃん。どんぶりこ。お池にはまって。さあ大変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 だよ。土壌が出てきて、こんにちは。こんにちは。こんにちは。で、で、で、こんにちは。こんにちはね。え、土壌が出てきて、さあ大変。あ、だめ。ちょっと待って。こんにちは。こんにちは。ぽっちゃん一緒に遊びましょう。一緒に遊びましょう。早くない？え、片手なの？うん。へえ。どんぐりコロコロ喜んで。え、これ知らないわ、ごめん。でもここから知らない。でも一番は結構いけるわ。遊びの確かに。うん。一番だったら。あ、でもとりあえずあずか。うん。じゃあ行きますか？はい。はい。じゃああずの挑戦まで、はい、いいですか？はい。じゃあスタートしてくれれば。はい。はい。じゃあそれで。最初。大丈夫。オッケー、はい、よ、よーい、スタート。頑張れって。焦ったらダメだからね、こういうのって。私両手だったかな、片手だったかな。え確かに混乱する、ね、ガチだって書いてる。20秒経過です、うん、何も喋ってないからガチですね。しましょうね、どんぐりコロコロ5、4、3、2、1。あー、喜ゆでってなっちゃった。はい、あー、え、すごい。でもすごくない？え、すごい。これはいいんじゃないか。お、うん、ここの、あー、はい、どうなんだろうね、わかんないね、どれが聞いちゃう。書いてあるところ読み上げてください。はい、いきますよ、はい、どんぐりコロコロ、どんぐり、どんぶりこ、お池にはまってさあ大変。土壌が出てきて、こんにちは、ぼっちゃん一緒に遊びましょう。どんぐりコロコロ、よろこゆでです。はい、あ、お、71文字です。おー、え、どうなんだ。でもさ、平均75文字だった。あ、やばい、そっか、え、平均が75なんだ。わあ、やばい、JK に負けてる。でも待って待って、え、でもさ、これ
構不利じゃない。そうだよ。だからあずちょっと、うん、やばい、あずやばい。まあでも中高生の平均だから、あのもうやめて。でもでもあのもうね、まあ一応ね、一応そうね。まあ二人二人二人 JK はえ JK だって7歳ってすごくない？すごいよね。めっちゃ早かったよ。早いよね。迷ってないもん。でもこれもうひなのにお願いしよう。うん、そうゆでになってました。70ってことか。確かに。じゃあ70文字か。でまだでもゆではゆでいい。じゃあゆでが間違えてるから70。はいはい。私は自信ないわ。ちょっと自信ない。今のででも練習したの。したの。したの。すごい。なんかあるの、なんか測ってくれるやつ。すごい。だけど多分ダメだと思う。いいね。次誰だっけ。私。いや、いけるぜ。いけるかな。え、これ消していいんですか。え、これ最初から打つんですか。追加で。喜んでから。今でから。喜んで。しばらく一緒に遊んで。え、マジで本当にごめんなさい。これ隣で読んであげてね。ね、これは読むわ。うん。遊んだが、知らないね。知らない本当に。これさ、だって。あ、そういうことなんだ。これ一緒なんだね。あ、本当だ。あ、じゃあ今さ、うん、これあ、1番と2番で2番が分かんないんだ。そういうことだ。あ、じゃあここは同じなんだ。じゃあこれだね。これまた1番2番じゃん。そうだね。今知ってた。あれ練習できてますか。あ、知ってた今。知ってた。早かった。もう落ち、ね、え、早くない。知らぬ間に。え、無理。なんか手汗かえってきた。え、私めっちゃ間違えるんだよね、実は。分かる。え、大丈夫だよ、間違えても。本当。うん、練習大丈夫ですか。みんな応援してください。頑張れ頑張れ。かすみならできる。本当。かすみしかできない。しばらくだよね、最初。うん、しばらく一緒に遊んだということで。コロコロいいかな。オッケー。早い。早そう。はい。え、こっからだよね。うん、え、どっから。しばらくしばらくからか。ここしばらくから。じゃあ、あ、はい、かすみの挑戦、よーい、スタート。遊んだがやっぱりお山が恋しいと、恋しいと泣いては土壌を困らせた。で、どんぶりこ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 、お池に放ってさ、大変。土壌が出てきて、こんにちは。早い早いか。早くない。ぼっちゃん一緒に遊びましょう。え、めっちゃ早い。で、どんぐりころころ喜んで、しばらく一緒に遊んだわ。え、すごい。待って、すごい。でもめっちゃ間違えてる。でもそれはさ、マイナスになるだけだ、うん、大丈夫だよ。いい。はい、うん。読めばいいんですよね、すごっ。え、すごくない。ちょっと、すごい。ちょっと待って。しばらく一緒に遊んだが、やっぱりお山が恋しいと、泣いては土壌を困らせた、どんぐりころころどんぶりこ、お池にはまってさあ大変、土壌が出てきてこんにちは、坊ちゃん一挙に遊びましょう。ど、もんぐりころこってなってます。3文字間違えてる。結構間違えてる。うん、消していい。ちょっと、うん、消して。てこんにちは、坊ちゃん一緒に遊びましょう。こうだね。うえ、すごい。待って、すごくない。100いった。103。すごい。すごくない。ちょっと103のパンチです。待って、これさ、すごい。これうちが自信、一番自信ないかもしれない。え、どうやって打ってんの。こうやって打ってったら。あ、そう、あ、片手なんだ。そういうことだ。え、めっちゃいいね、両手。確かに。待って、両手で打てないだよね。うん、片手。あ、もう片手派、こうやってやる派なの。へえ、どっちでもいけるかも。え、すごい、両手か。これ早いわ。え、確か昔それだった。ちょっとさ、携帯の携帯しなくなってから。練習していい。いいよ。で、これさ、でもこっち来ない。来ないの。ありがとうございます。え、103っていいですか。すごいよ。え、やった。めっちゃ早いよ。自信がありません。あの、こんなに自信ないことはあんまりないんですけど。嬉しい。自信ないです。え、待って、どこからだったっけ。え、あ、確かに遊びましょうまで。え、そこまで行ったの。え、どんぐりころころまで行ってたよ。どんぐりころころ行ったっけ。大丈夫、大丈夫。でも文字数だから、これは。そうだね。どんぐりころころから。どんぐりころころから行こうかな。待って。え、自信なかったけど、困らせたまで行ったら。待って。
どこ行ってました。なんだっけ。さあ、え、これこれだね。で、また上からどこ行くから。じゃあ、一番だけ。ユーリちゃん、いいよ。いけるいける。うん？一番だけ同じことを打てばいい。やっぱり、え、あ、お山じゃなくて？あ、そうそう、だから2番は途中までやって、あ、2番からか。うん、そう、え、こっからだよ。2番から、うん、そうそう。1番は。大丈夫だよ。みんなが応援してる。いや、かすみ早かった。もうどんどん1行なくなってた。本当？うん、めっちゃ早かった。ね、苦手かもしれない。大丈夫だよ。苦手かもしれない。まあ、石持っていこう。まあ、いかん、かすみが100人いったから、ちょっと頼るんだよ。20、30分ぐらいかすみが。そう、高校生ですから。え、ちょっと待って。JK ですから。JK。大丈夫大丈夫大丈夫。なんかめっちゃ緊張してるんだけどどうしよう。ね、緊張する。手汗すごくなっちゃう。はい。いいよ。じゃあ行きます。りなちゃんの挑戦まで。いいですか。どうぞ。はい、
フティングは順位に反映されませんのでご了承ください。最後にランキングを確認してみましょう。はい。あ、ちょっと時間、あの、そうですね、福フェスもありますって。あ、福フェスね、明後日だよね。そう、じゃあまだチケット販売してるんじゃないですか。あ、本当だ。多分なんだろう。皆さんぜひチェックしてください。暇の人は、うん、楽しみ。もう実際ねやってるね、リハーサル、やっててね、リハーサルね。どんな感じかやって。え、むずい、難しい、難しい。セットリストどんな感じかやって。あ、でも、あの、今までやったことない曲がたくさんあります。だよね、確かに、確かに。やったことなくないんだよね。やったことない。こういうやつ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 。みんな大好き。そう、みんな大好きなポイントがあるので、はい、お願いします。いらっしゃる方は見てください。はい、注目して。はい、じゃあそれではいいですか。はい。うん、お、では、いきます。はい、13位から。はい、せーの、13位、しゅうたさん、ありがとうございます。せーの、12位、かえさん、ありがとうございます。せーの、11位、ペンギンヒップさん、ありがとうございます。せーの、10位、さやかさん、ありがとうございます。せーの、9位、なつきさん、ありがとうございます。せーの、8位、たろうくんさん、ありがとうございます。せーの、7位、ゆきおさん、ありがとうございます。せーの、6位、せんせんさん、ありがとうございます。せーの、5位、ねたろうさん、ありがとうございます。せーの、4位、18期神押しさん、ありがとうございます。せーの、3位、関根さん、ありがとうございます。せーの、2位、カウさん、ありがとうございます。せーの、1位、安住ハート射抜かれたジラッチさん、ありがとうございます。抜かれちゃったの？抜いちゃった。よかったです、それは。はい、はい、ということで発表したランキングの上位3名には3人集合のバレンタインチキをプレゼントします。こちらはショールーム側から連絡がいきますのでお楽しみに。お楽しみに。はい、はい、ということで、はい、今日の番組は以上です。はい、どうでしたか？楽しかった。楽しかったですね。やっぱ胸キュン、なんか全部今日はなんか心がずっと緊張してたのが、なんで？確かにドクドクしてた。なんで？もうあの電車の音を聞きたくないかもしれない。いや、またやりましょう、18期の一言。またそうだね、そうだね、またなんかかすみ得意だよね。ね、もうなんか慣れてるもん、こんな手回しちゃって。3週連続やってますから。そうだよね、そうだよね、またやりますから。大ベテラン。はい、もう任せてください、一発で。じゃあもう、またじゃあ次のかすみの大注目ということで、はい、また呼んでください。あ、もうぜひ。あ、そうだ、カスミンネームなんだもん。カスミンネームなんで、うん、また呼んでください。じゃあまたぜひお願いします。もうすぐ出ちゃうよ。あ、そうだよね。3週連続ありがとうございました。やっぱお付き合いいただいて、もう楽しかったです、皆さんのおかげで。うん、本当に。はい、じゃあ皆さんもどうでしたかね。どうでしたか、ね、コメント読んでみましょうか。カスミン4週目、4週行っちゃう。4週行って、さあ来週どうかな。いるかな、いるかな、いるかな。可愛かったよ。ありがとう。ありがとうございます。今日カミカミだったね。カミカミ。ボント？え、なんか違うよ。なんか今日さ、なんか今日なんか面白くない？いつもだよ。いつもかな。なんでやねん。面白いよ。こういうとこ、こういうとこ。はい。はい。ということで、はい、次からカチューシャなくなるのかって。確かに。これ見納め。みんなちゃんとスクショして。ちゃんとスクショしてな。お願いします。拡散してください。はーい。はい。ということで、はい、ということで、次週のお来ましたよ。次週のメンバーはお願いします。クロカスミちゃんではなく、新井さんちゃん、さくひぶみちゃん、成田こひなちゃんの3人です。あ、すごい、あれ、カスミルーム終わった？終わっちゃったね。カスミルーム終わっちゃったね。3週で終わりでした。3週でした。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。ということで、配信を絶対に見逃さないために、右上のハートマークをクリックしてお気に入り登録してください。お願いします。お願いします。はい、それでは以上、いっぱいチルーム。あ、違うね。
違う。あ、みんなカスミンルームに引っ張られてる。あ、やだやだ、ね、やだ、言ってないの。はい、それ行きますよ、はい、それでは以上